ぞメタリカ。あ、ちょっと本名、いや本名癖強、癖強いわメタリカ。彼氏のバチ代稼ぐ配信、もう清々しい、もう素直か、これタイトルで放送してたら普通に投げたるもん。この作品はフィクションです。実読めない。あーどうかな、みんな見えてる？この子が放送してる人ってことか。配信者ちゃんにコメントを送ろう。見えてるよ、バッチリ完璧インゴ。やーべえ、俺こういうのでコメントほぼしたことないから、なんてコメントしたからいいかわかんないけど、とりあえずやっぱ完璧インゴでしょ。完璧インゴ、あすごい、左に流れてる、なにこれ。よかった、コメントありがとうさとみさん。やばい、こんないっぱいコメントあるのに俺のコメントだけ呼ばれた。投げるわ。手振ってる、動いてる。てか気になるな、この右下のチェキ気になるな、これすごい。この子は何なんだろう、それ地下アイドルとかそういうのやってる子なのかな。こんばんは、配信者ちゃんです。常連さんもご新規さんも、今日も寝れない人たちはいろいろお話ししようね。もうご新規さんほぼいないもん。もう放送始めて音量調整した後、ご新規さんほぼいない。好き、何この好きって。あ、なんかアイテムが届きましたっていう感じか。あ、ギフトありがとうございます。じゃあ今日はね、この話しちゃおっかな。今日馬先の店長にね、明日から来なくていいって言われちゃいました。クビってこと？クソ店長だね、かわいそう。やべえやべえ、これ選択肢めっちゃ迷う。まあでもコメントがまだ優しいよね。この子を心配するこの子側のコメントしかないから、お前使えねえんだなみたいなのがないじゃん。辛辣。まあ最初のコメントがんごから入ったから、今回はちょっともうぶっ飛んだ選択肢を選んでくルートにしよう。クソ店長だね、クソ店長だね。あはさとみさん言い過ぎ、でもマジでそうだったわ。長くやってたけど限界。長くやってて急に首言われる方が難しい。今まで相当溜め込ませたんだろうね、それはね、店長に。なかなかないよそんな状況。私の代わりに言ってくれてありがとう。というかやばい、収入ゼロなんだけど。これじゃあカレピにパチ代渡せないよ。色が違う、色が違う。これえ、彼氏いんの？うん、言ってなかったけどカレピとはラブラブ。カルピはね、すっごく私のことが好きなんだ。 LINE も5分以内に返信しないと怒るくらいなの。変だよね、一緒に住んでんだから直接話してくれればいいのに。それでカルピの将来の夢、パチプロなんだって。夢を叶えるために近所の大きいパチンコ屋さんに毎日通っていて、それで彼氏に軍資金、あ、言ってましただから私カルピに毎日1万円渡さないとなんだ。パチプロって言葉あるんだ。俺パチンコ系で知ってる言葉パチンカスぐらいなんだけど。あ、今の下ネタとかじゃないでね、俺の友達が言ってて、まあ俺パチンカスだよって自分で自分のことを言ってて覚えてしまったっていう。一回だけ行ったことあるけど、まあそこで大負けしたっていうのがでかかったね。そこで勝ってたらちょっと人生変わってたかもしれん。リスナーのみんな、何かいい方法ないかな。今から朝まで働けるバイトとか、ちゃっちゃとお金稼ぐ方法とかアドバイスください。なるほどね。配信の視聴をやめる、別れるよう説得する、投げ銭をもらったらと提案する、セーブする。いやセーブするでしょ、いやまずセーブするでしょ。今までの選択肢でなんで出してこなかったんだよ、もっと前からセーブするって問いかけしろ俺に。まあ無難に配信の視聴やめるでしょ。もうこれで解決だよ。そもそも多分そんなにこの子のこと好きじゃない状態だから、もうそっと配信切るべこれは。翌日、てんてんてん、ニュース記事、20歳女性重体、家庭内暴力か。え？今朝8時ごろ、丸々市の近隣住民から通報が、被害者女性は今も病院で。パチンコ代あげられなかったからだ。同棲してた彼氏に殴られたのかなこれ。もう少し付き合ってあげて。エンディングは邪険にしないで。うるせえよ、なんでこっちがちょっと嫌な気持ちにさせられないといけないんだよ。俺のせいじゃないやろそれは。なんでこっちにちょっと両が思いも持たした今。なるほどね、結構重いゲームなのかこれ。え、なんかさ、ちょっとあのタイトル画面変わってない？赤く発光してなかった？気のせいかな。あれ？てか始める押したけどさ、これ最初から始まったこれ。待って、俺セーブしたよね。え、待って、ロードはどこからするんじゃ。というわけで戻ってきました。ロードがありました。タイトル画面によく見たら右下にありました。ということで一番上を選んだら死んでしまうから、ちょ、別れるよ説得するルート見てみようか。別れる？カルピと？でもそんなのできるかな、別れてもらえるのかな。別れたくないっていう感じではないんだ。
カルピに話聞いてもらえるかちょっとわかんないんだけど、うわー、ここでこっちのルート選んどけばまだこの子の人生変えられたかもしれん、この子の命救えたかもしれんな。これリスナーのみんなはどうすればいいと思う？セーブがいいと思う。話を聞いてくれないって結構脅されたりしてるのかな。もうそういう状況だよね多分ね。でこの右下のさ、写真に写ってる男をさ、同じ人じゃない？この二人、これよく見たら、なんだったらこのピンク髪のやつも髪型ちょっと似てない？右下に関してはもう真っ黒、何これ、真っ黒のチェキにサイン書いてない、どういうこと？なんかわかんのかな、進めたら。じゃあこれどうしよう、実力行使に出よう、もう選ぼう、いろんな選択肢やってこう。実力行使？それでいいと思う？どうせ話聞かないよ、一回殴った方がいい。そっか、みんなちょっと待ってね。従順、本当にここにあるんだ、護身用の護身用のマジカル包丁。護身用のアイテムある人結構少ないと思うけどね、家にね。包丁かよ、しかも。じゃカレピ、今一階だからちょっと行ってくるね。泣いてる。マジ？どうなんの、階段降りる音。うわ、すっごい、1階にいる刺した音の相手、2階まで聞こえた。悲鳴は聞こえないのに。うわー、あ、できた、別れられた。あれ、みんなどうしたの？おーい、怖い、マジで怖かった、今鳥肌立った。本当に解決してるけど解決してないよ。なぜ人を殺しちゃいけないのだろうか。エンディング3。哲学だね。じゃねえよ、法律や、シンプルに。なるほどね、彼氏のパチ代稼ぐ配信って、なんか彼氏が好きすぎて稼いでたわけじゃないのか。稼がないといけない状況だったんだこの子は。確かに彼氏が自分のことすごい好きって言ってるけど、自分が彼氏のこと好きとは言ってなかったもんね。そこミソかな。誰かに相談しよう。相談か、でも相手かな、私に相談相手なんて。友達ばかり行くわ。友達？あ、そうだ、さとみさん、ありがとう、友達いた、待ってね、紹介する。超違うんだよな、じゃあリスナーの方が良かったかな。まだじゃん、友達のマリアちゃん。ねえ、カレピに毎日1万円あげないと怒られるの、どうしよう。え、マリアちゃんひどいよ、なんでそんなこと言うの、友達だって言ったじゃない。ひどいよ、今までのマリアちゃんそんなこと言わなかったのに、なんでなんでなん。うわー、うるせえぞメタリカ。あ、ちょっと本名、いや本名癖強い、クセ強いわメタリカ。うるせえ、夜中に騒ぐな、ちょっと下来い。てん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 、ごめんリスナーのみんな、席外すね。泣いてる。え、これボコンとか聞こえんじゃない、これ。うわ、完全に右ストレート入りましたよ。これ翌日ニュースの配信に流れてもおかしくないねこれね。結局メタリカちゃんが戻ってくることはなかった。うわ、なんだこれ。配信者ちゃんに人間の友達はいないよ、東京テディベア。まあなんかわかる、俺も配信とか生放送たまにするし、気持ちはわかるわ。生放送してるやつって大体リアルの友達いないんだよね。俺か。どこで間違えてしまったんだ。両親は、ここで両親に、いや両親に相談しても解決するとは思えないが、親か、さとみさんが言うなら。いや生で電話するんかよ、お前生放送中に電話するの強いなお前。おいメタリカちゃんバラされるぞ。あ、お母さん、あのね、ぐす、ごめんね、ごめんね。え、私が頼りなくてごめんね。いや、どうしたの。お母さん逃げちゃったの、もう限界だから、あなたも早く。いや、だから。おい、何してる、こっち来い。ちょ、父さん入ってこないでよ。うるさい、あいつがいないんだ、お前居所知ってんだろ。なるほどね、お父さんも同じ家に過ごしてたんだこれ。実家ってこと？この配信者ちゃん実家に彼氏と同棲してるの？知らない、お母さん死んじゃったんだこれ。配信が切れた、向こうの PC に何かあったようだ。配信者ちゃんはもう二度と配信サイトに戻ってくることはなかった。めちゃめちゃ心配になるやつじゃないかよお前これ。なるほどね、彼氏って言ってたけど実はお父さんだったパターンね。そういうことか、彼氏はいないんだ本当は。うわ、深いなぁこのゲーム、闇が深いわ本当に。ここまで戻って、じゃあ次は彼氏とちゃんと話そう。これお父さんってことだねこれはね。でさっきのエンドはお母さん死んじゃったんだろうなあれ。
死んだか逃げたかどっちかだよね。マジか、繋がったね、点と点が。彼氏とちゃんと話そう。私自信ないかもな。カレピの言ってることも最近よくわかんないし、ちゃんと話せるかな。彼氏と一緒にパチ打とう。誰が仲良くなれだよ。お前仲良くなり方間違えてるだろ、お前これ。ちょっと面白そうだから行くわ。カレピと一緒にパチ打つわ。私パチやったことないよ。でも確かにカレピの好きなものちゃんと知らないかも。歩み寄りだよね、こういう時って。まずはカレピが毎日行くくらい好きなものを体験しないと。リスナーのみんなありがとう。私やってみる。え、これでいい方向に転ぶとは思えないんだけど。数週間後めちゃめちゃ運がいい女かもしれんから。あー、後ろのグッズとかなんか全部なくなってる。あーみんな久しぶり。最近ね、カレピと通ってたんだ、パチンコ屋さん。でもなかなか勝てなくて、結局服とかグッズとか売って軍資金稼いでるの。でも明日には勝てる気がする。頑張ってくるね。やっぱ遺伝してるのかもしれないね、そういうギャンブル好きなところが。ギャンブルはほどほどに。レンチャンレンチャンハート、あれだね、ハマっちゃったんだろうね、多分ね。なんかもう出てくるのがすごい嬉しくてみたいな。マジか、そういう感じになるのかそれ。じゃあ彼氏に電話するパターンいくか今度。この選択肢興味深いよ。電話、わかった、 LINE 通話でかけてみるね。ライムだったわ、騙されたわさあどうなるのか、出てくれるのか、そもそも。てんてんてん。あれ、あ、そっか、カレピライムはやってないんだった。私忘れてた。忘れてたって何？絶対忘れてるでしょ。なんかおかしくない？ライムの返事が遅れると怒るんじゃ。そうだよね、ちょっと詰めてみるか。え、何が？カレピがライムやってないのはおかしい？あれ、そうだよね、だって私ライムのやりとり、いやでもそうだ、私カレピと都内で二人暮らしだし、ライムしなくても直接話せばいいんだった。あははは、大丈夫？本当に彼氏いるの？何言ってるのみんな。私はね、カレピと東京で同棲してるの。二人ともバイト頑張ってるの。カレピはいるの。カレピと暮らしてるの。嫉妬深いけど私のこと愛してくれてるの。あー、なるほどね、カレピからっていう妄想に置き換えてちょっと現実逃避してるというか、そうしないとなんかこう気持ち的にしんどいんだろうな、多分な。彼氏なんて妄想だ。は？妄想じゃないんだけど、私は彼に愛されてるの。怒るのも愛ゆえなの。私を殴ってるのは私を愛してる恋人なの。だから私はかわいそうじゃない。うわ、出た護身用のナイフだ。え、どうなったのこれ。あんなうるさくしてたら怒られそうだけどね。〇〇さんの家、昨日救急車来てたわね。あ、娘さんがね、自分に包丁を。命が助かったみたい。だけど、あの家、だって、父親がね。ねえ、なるほどね。自分を刺しちゃったパターンか。真実を伝えるときは慎重に、さよならを教えて。まあそうなのよね、真実、言葉っていうのは時にナイフですから。ぶっ刺さりまくっちゃいましたね、今のはね。じゃあ今どこにいるのっていう選択肢からいきますか。じゃあ場所、あれ、よく見たらここ実家じゃん。窓の外田んぼしか見えないし、遊ぶとこはパチンコ屋しかないし。え、私カレピと同棲してないの？だって実家じゃあいつと同居してってことになる。あいつと同居ってことになる。私のバイト代むしり取るのは、私を毎日怒鳴るのは。え、セーブする最後だって。何これ、どんな、なんの。え、じゃ父親なんじゃないか。そうだ、父さんなんだ。私のこと毎日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 、いやだ。うわ、どういうこと。落ち着かせる。相談窓口の電話番号を書く。20万円のギフトを渡す。くしょ、しょうがない、こうなったら必殺技を使うしかない。こうなった子を落ち着かせるためにはとりあえず金を積むしかない。20万円分のギフトを渡す、どうぞと思わせて相談窓口の電話番号を送る。え、何この電話番号、相談窓口、フリーダイヤル。こんなとこに今更。いや、電話した方がいいよ。俺たちはネット越しだから助けられないけど、そこはちゃんとしたところだから。電話が嫌ならコメントで応援するから。大丈夫。え、もしかして正解だった20万円送るのが正解だと思ってたんだけど俺、タイトル的にゲームの。やってみる。
素直なんだよなこの子、素直なんだよさっきから本当に。あの私てん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 、さあ何どんな展開が待ってるのか。あ、お久しぶりリスナーのみんな、3ヶ月ぶりくらいかな。あの時いろいろありがとう、特にさとみさん名指しいただきました。今私がこうして笑っていられるのは、相談窓口の電話番号を教えてもらったおかげ。当時の私は本当に限界で、実際はお父さんにお金取られたりしたのに、全部愛してる彼氏がやってることだと思い込んでいたの。それで自分はかわいそうじゃないなんて考えてた。でもまあ普通に異常な生活状態だったんだよね。あの後相談をして結局実家は出ました。なんとか新しい場先も見つかって、まあ生活はやれてる感じ。それで今は新しい場先の先輩と同棲してます。なんで最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。